マットンゲイ。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ。視聴者の皆さん、一部は知ってるのかな、お前が何回か言ってるもんで、17ライブとか、はい、そっち系の担当者なんだけど、はい、でも今ライバーが40人いるの。いや、50人、60人います。60人いるの、はい、そうやってやってて、今日さ、前ラジオに出たじゃん。はい、ラジオになんかスパーキーシャドウって女の子たちがおって、一人の女の子はイベントかなんか、俺もちょっとよく詳しくわかんないけど、それ、行ったら聞けるんだけど、そこで1位になったらなんか雑誌かなんかの専属モデルになれるみたいな。はい、すごいな。すごいです。その子が今1位ってことらしいな。おお、それはそれはもうぜひ応援させてくださいと。はい、せっかくなんでこうやって見て、はい、でお前もライブ配信とかそのすごい詳しい人がやっぱ集まっとるらしいもんで、はい、勉強になるの。はい、普通の子からそうやってアイドルに変わってくるっていうその過程みたいなのが見れたらなと思うんでね、はい、ちょっと面白いと思います。ぜひ最後まで見てください。チャンネル登録も登録しておいてください。はい、お願いします。今しておいてください。はい、お願いします。よし、行ってみようか。お、来たかな。こんばんは。じゃーん。こんにちは。あ、こんにちは。よろしくお願いします。おはようございます。あ、こんにちは。おめでとうございます。まだですか。あ、わざといいですか。あ、でも今日化粧してる、可愛くなってる。可愛くなってる。なんかちょっと顔変わってる。前回も、前回も言ったら見つけた。あ、してた。はい。もっと覚えたかもしれない。なんか僕詳しく、なんか教えてくれたんですよ。あんまり興味ないんです。ミックスチャンネルっていう。ミックスチャンネル。質問出してジッパーのモデルオーディション。いいですか、これ写して。あ、はい、大丈夫です。いや、圧倒的やな。ファーストステージとセカンドステージがあって、ファーストステージがまず240何人中1位取って。240?240? で、今セカンドステージも今のところその200。1位じゃないですか。中1位取ってます。今のトリプルスコア。このポイントはどうやってつくんですか。いいねの数、お金、お金ですね、ギフト。わあ、すごい世界だな。現金な世界だな、これ。新しいこれじゃないですか。いや、ま、前からあります。聞いたです。あ、はじめまして。これ見たことないですね。よろしくお願いします。この間いなかったですよね。いなかったですよね。あ、リーダーなんだ。どうりで可愛いと思った。みんなも配信するんですか。いや、もうさっきのシラセリブだけで。それで他の子たちは見ながら応援するから、サポートします。あ、で声は出してくるみたいな。映り込みもコメントとかです。映り込みも OK もらったので配信に入ってもらって。コラボっていう形で入るのも問題ないらしい。僕らもちょっとライブにしましょうか。こっちになんか仕事しますよ。ああ、ありがとうございます。面白いですよね。はい、1位はすごいね。皆さんのおかげですね、本当に。ちょっと顔が大人っぽくなっとるんですよ。まあ、なるほど、ダキンチョみたいな顔したら。2週間で。え、おいくつですか。私、20歳です。じゃあ、ちょっと自己紹介お願いします。スパーキーシャドウのリーダーのクラタスズです。よろしくお願いします。クラタスクラタスズです。クラタスズ人見知りなんですよ。はい、私、お人見知りなんですよ。いや、もうアイドルやめた方がいいじゃん。アイドルやめなよ。アイドル始めて5年目なんですけど、やめたってもう人見知り直んないんです。それは何。じゃあ私可愛いから売れるから大丈夫みたいな。それなんかそういう感じ。どちらでもあれですよ、全然慣れてなくてまだ 5% ぐらい。マジですか。なんで究極の究極。俺もでも人見知りだよ。え、いやだからこうやって喋っちゃう。てか基本人といるのは疲れるタイプ。人と喋ってリラックスする人と人と喋って疲れる人ってことじゃん。俺どっちかってこっちだ。だから日曜日はずっと一人でいるとか、用事がないからネットフリックス5本とか見る。ドラマ最初から最後まで見るじゃん。シーズン1、まあ、とか全部いっちゃうタイプ。ずっと喋ってらっしゃるイメージ。私お家の中でずっと喋ってるイメージ。そう、悪口です。いやいや、そんなことない。ちょっと1位になったから調子乗りません。ちょっと出ちゃった。なんか YouTube ぐらいの17万人なんて言ってちょっと下に見てません。下に見てません。アイドルって性格悪いですよね。変わりましたね。ちょっと変わりましたね。この20歳になって変わった。20歳になって。あ、前回20歳になった。12月に20歳になった。そうなんです。この間だった。ちょっとバカなんです。ちょっと変わっちゃったんだ。大人で成人して。2人以上が言うと本当身が増しちゃうんですよ。そうそう、皆さん。名前変えたら幸せじゃなくて黒瀬になっちゃう。今何年なんですか。免疫的に。私は8年。8年？え、おいくつです？私23です。で、8年やってんの？8年目です。ちょっと頭悪くないですか。じゃあなんで23で8年って言ったら15から。そうできるんですか。はい、リーダーは私5年目です。5年。今おいくつですか。今21です。
あ、じゃあリーダーの方が下なんだ、はい、なんでなんで性格悪いんだ、あ性格悪いかどうか悪いか良くないですよ、ショートリーダーだったんですけど、はい、ソロアーティストのとの兼任で私不器用なので、うん、ちょっと両立ができなくて、ソロは一人で活動してるんだ、はい、ちょっとここ画面にドドンと出してくれないですか、あはいどうぞって言ってくれないですか、どうぞVTR どうぞ、 VTR どうぞ、 VTR 出すんかよ、画像だろ画像だろそんなに尺取るんかよどうぞどうぞどうぞ、めちゃめちゃ宣伝してもらう気満々、 VTR だったら画像じゃないもんね、動画だもんね、リーダーはじゃあソロ活動してないんだ、あの手回せるんですけど、うん、自分が不器用すぎちゃって、あ両方できるんだ、集中力が高まるんだ、へえあちょっと俺これだけ聞きたい、アイドル、あのまあ可愛いが10だとして、ブスが10だとして、はい、自分は何段階におるの自分評価、自分評価、意地悪な質問、顔ね、純粋に顔だけ、もう私いや絶対10だと思ってるでしょ、思ってないです、いや絶対思ってる、絶対思ってる、結構動画とかやってると、うん、コメントとかで、まあ、なんか私よりも、うん、どっちかっていうとリブの方が可愛らしいとかそういうコメントが多くて、自分なんかどんくっさいみたいな、あいやそうもないけど、まあ性格はそうなんだけど、よくないですよ今日で蹴落とそうとしてますあの動画は一応編集したやつ送るんで、はい、表現が自分たちの表現と合ってない時はどんどんここは消してくださいとかどんどん言ってくれたらいい、全部あのコメントのテロップもキラキラつけてもらって美化されるように、はい、却下です、逆にめんどくさくなります、今ここ使いますコメントにキラキラつけてください、これ使います、でもなんてんの、え10-0ですか、10-0、10かまあね9なのか、まあ顔だけだよ、1位だよね、1位だもんね今1位だもんね、まあ1位だよ、さ10段階中10位でしょう、いやまあまあ4、うわーこういうんだ、うわ性格悪い、性格悪い、やっぱ苦労せだ苦労せだ、そうなんだ、この質問の時点で社長が性格悪い、何点ですか、そうですね、やっぱり1位の女の人が4位っていうことで、うん、私はこれからの期待も乗せて、うん、3ですかね、自分が10段階中あ待って 1がいいです、一番下ってことブスの部位ってこと、はい、でそれはそうだろう性格悪いなこいついや謙虚なんですよ、めちゃくちゃ性格悪い、それはダメだ、そう答え一応難しいな、倉田さんが一応難しい、うわーこれねーこれ難しいよ、リーダーだしね、リーダーだしね、リーダーなのでやっぱりここは、うん、10ですかね、10段階中、おそれもなんかムカつけるなんかちょっとムカつけるなそれもそれでなんかわかんないけど、まあでもいいね、楽しそうだし、みんな、ね、明るいし元気だし仲良さそうだし、なんかいいだけな、いい振りなのかな、これ俺 YouTube でも見てて本当思うんだわ、なんか漫才師とかの有名でも伸びてないけどなんか仲悪そう、でもなんか全然つまんない、ネタが出るつまらんだけど仲良くやってるとスタッフとかともなんか数字伸びてる、やっぱ YouTube でも見てると仲良いです、すごい今しかもちょっと手つけ強かったでしょ、今めちゃめちゃ手つけた、俺ちょっとドブってしたもん今もうぼちぼちですか配信は、あ、シーン回ってる、一応、1時間後8時半ぐらいから、8時半ぐらいから、へぇ、楽しみだなちょっとこっちもじゃあ YouTube ちょっとライブ回そうかな、もう配信歴は長いんですか配信は、いや、言えればいいよ、数字の理想だよ、そんなことはね、個人のやつでアカウントで、はい、今回のイベントが初めてなんですえ、あのファン0人から、え、ファン0人が1位になってますか、そうです、0人からしたら今何人ぐらい、今591人、すごいな、あ、2位の方と3位の方を探そうって、2位とか3位もっとフォロワーがする、あっ餃子パーティーです、あ、すごい餃子のね、ブームの餃子ばかりとってもしょうがないです、あー、すいません餃子しか聞いてねえだろ、逆が悪いやん、綺麗にやらないと、これ性格出るね、いい悪いがね、だいたい表現の方、気にされて言われたら手元が緊張しましたよ、すごい震えてます、え、つけた、あー、出た、いや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 、い
絶対多いよ。入れすぎ。だってつくしさんがなんか水入れすぎ、蓋持たないでやるから絶対やけどするじゃん。いいんだよ、これが美味しくできる秘訣なの。女同士の戦いが。これなんか悪いぞ、これ。悪い悪い悪い。本当に悪い。社長さんが悪いですよ。そういう時映しちゃう。意図的に。でも何ヶ月やったんですか、配信。イベントは、配信は2週間。あ、結構やったんだね。個人のアカウントはでもそうですね。1月24日からスタートしてるので。で、今回で終わり。今週1週間。そうですね、今週の、今月の13日でイベントが一旦終わりで。結構きついね。ずっと配信しまくらなくてしまって。もう時間とのそうでしょ。昼と夜の。もうずっと。ずっとですね。まあでも言っても連続だと4時間5時間ぐらいなので。こっち聞いて、こっち配信、僕は配信男なんで普通になるよ、はい、何を喋られてるの。僕も喋り止まらないですよ。ずっとお話をもう楽勝っす、楽勝っす。だってそのなんか、こちらのイベントの新人イベント1位、はい、はい、全国。いや、世界です。世界すごい。あ、あ、あ、どうして皆さんアイドルになろうと思ったんですか。おお、花澤さん。自分ははい、もともと違う事務所にちょっと入ってて、はい、きっかけは、はい、カラオケに友達と行った時に、はい、下手だよねって言われたのがきっかけで、ちょっと悔しくて、おお、ギャフンと言わしたくて始めて歌を、音楽活動、そうです、アーティスト活動始めて、はい、一番初めに入った事務所がちょっとダメだったんですね。悪いことをしてた事務所だったので、はい、合わなかったですね。この今の事務所に引き継がれて、うん、つくさ、多分あの、はい、二階道場さんの YouTube チャンネルだったら、はい、直球で行った方が面白いって。本当ですか。あの、山連れてかれた。あー、え、いいんすか。そんな、え、その方が多分いいですよね。それ、ちょっと一本取りたいな。え、って、だいぶ深掘りできちゃいますよね。あの、前の事務所で、ちょっとあの当時14歳、15歳とかだったんですけど、はい、そこの事務所の、まあ、社長に。シルバーンさん、こんばんは、ありがとう。塚橋さん、アイテムありがとうございます。ツッチーさん、明日から残業予定。明日から。塚橋さんは小休日なんてそんなの関係で、やっぱでも女の子な、喋りません。2時間、3時間で喋りすぎる。はい、やりてると嬉しいですね、はい、今日は、お、38万いった、まあね、今日、一部この動画見たら今日の中でも、あの、見たと思うんですけど、ライブ、ライブを今日撮ってやってな、はい、この配信中にちょっとライブやらしまって、はい、みくちゃん、みくちゃん、みくちゃんに流れてくれる人も何人かおったので、はい、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。配信中ですからね、今日配信中ですからね。スパーティーシャドウのつくチャンネル、 YouTube のつくチャンネルってやってるらしいんで、はい、ぜひそちらの方を見に行って、はい、結構面白いことやってるらしいので、はい、見に行ってください。はい、よろしくお願いします。また見てね。また見てね。じゃあ38万いったので、スペシャルタイム行きたいと思います。はい、つくさんはこちらへ行きます。怖い怖い。はい、スペシャルタイム行きます。お花あるので、じゃあお花とともに行きます。せーの、せーの、せーの、はい、ありがとうございます。